ということで、ジャスト始まりです。どうも、初アフレコです。今回キャンプ行きましたけど、これどこまっすぐ行ったんだ。これね、アスパラガスの森ってとこ行きました。違う、はい、アスパイア、アスパイアの森、茨城県、うん、茨城県ね。そう、行ってきました。初キャンプね、僕の誕生日っていうことでね、キャンプに行きました。楽しかったよね、普通に。とりあえずまず、うんうん、そう、こういうね、こういう、あ、でまずね、道間違える、ね、間違える。あとね、セダンなんよね、俺の車が。キャンプに向いてないっていうね。まあ、とりあえず力技です、これ。力技です。まずで、ゴミはこっちです。基本的にね、初設営だからね、うん、ほんと初見、一回もテント立ってたことないから、うん、今のところ仲いい感じね。あ、これ、はい、はい、来ました。はい、やって。これ、はい、やって。女優と射程の関係ですね、これ。はい、やってください。うん、はい、とりあえず。で、俺も頑張るんだよ。何も文句言わず頑張るっていうね。はい、やってください。うん、いつもの風景。はい。はい、じゃあ、走ってるだけです。走ってるだけ。じゃあ、何も持ってないか、これ。ただ、俺が思って、俺がなんかグーして。あ、これ今のあれじゃないですか。うん、ここ拠点とするね。拠点とする。うん、でこれやっと初めて自信持って説明して、うん、ーて捨てる、すぐ捨てる、うん、でこれ落ち着いていいよ、なんだ、落ち着いて、うんうん、落ち着いて喋ろう。なんかせかせかしてる、でも早送りしてるからさ、動画をせかせかしちゃってるから、網戸用をかけるっていう、ね、うん、虫がね、まだ出てる頃だったからね。ちっちゃいコオロギみたいなのがおったね、あのグランドシートの上にいたね、うん、ちょっと虫2人とも苦手だから、これでもかっていうぐらい1本使い切ったんじゃないか、ほぼね、このキャンプで、うん、で初テントワンタッチテントだから簡単っていうね、うん、びっくりしたもん、俺も想像以上に立てるの簡単やん、って女の子1人でも立てれるよっていうやつだから。でも俺のこれ誕生日やったんやな、だから、うん、思えばね、うん、あげるのに2ヶ月ぐらいかかっちまったっていうね。うん、そう、確かにそうね。10月27日ですから、誕生日あれ。うん、おめでとうございます。ありがとうございます。どうも。25歳おっさんです。どうも。開きましたね。ちょ、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 定期的な確認必要だからさ。何？あと、これ J、器用だからできるんだけど、俺は不器用だから、何が何だか分かんないっていうね。俺、J の真似ができないんだよね。見てんのにめっちゃ、ね、不思議で止まんない、なんか隠れちゃった。え、俺どこ行ってもらった急に。あれ、これでも J やろ。どこ行ったの。俺はいないね。あ、荷物持ちや。結構デカめの荷物を結局 ね、デカめの荷物。じゃあ、2オン音して俺も2オン音するで。あ、オン音じゃない、オン音ですね。でもさ、キャンプの醍醐味だからさ、やっぱ見守りたいやん。一番と言っても過言じゃない。ペコン音超楽しみだったよね。でもね、どうした、想像以上にうるさかったかも。あ、なんか違ったみたい。高かったんだよ、なんか違ったみたい。ああ、先生先生、大事ですね。そう。多分なんか、あの、今、見つけたんだろうね、虫を。あ、そうだね。うん。見たらね、とことん振りまくるからね。そうそう。で、これ、あ、抜いてます。なんで抜いてるの。俺抜きたんと。なんで抜いてるんですか。気持ちいい。あ、気持ちいい。気持ちいい。聞こえて。ね、うん、早かったんじゃない、小刻みだから。何が時間かかったみたいな、だからうるさかったんじゃない。いや、一緒や一緒。なんか、あ、何、何
おりゃで楽だっていうな。収録の集中します。はい、これ一番キャンプっぽい場所、うん、決めました、決めました。これ問題らしいね。うん、2人とも初めてだからキャンプはね、まずガイロープの結び方すら知らないっていう、うん、でこれ教えてもらってんだね、ジェニー。で、これやるやん。これやるやん。これつけばしばし。ってことはロープも違うってことだね。やってます。ほら、呆れてるもん、もう。大惨事だよ。いや、呆れてるもん。第一夜。あ、なんとか完成しまして。うん、今、テント内ですか、じゃあ。結構広かった、でも。うん、2人でちょうどいいかなぐらい。うん、あのラジャがいて。え、でもこれ2人用なんだよね。2人用ではないかな。あ、2人から4人用。あ、じゃあ4人までいける、ね、結構、まあ広いっちゃ広いけどっていう、うん、あ、こっち向きに寝てるけど、うん、あの縦で寝たら4人半ぐらい。あ、確かにそうだね。お前も来いよ、あ、連れてくるんですか。お前は汚いから連れてくれない。あ、ダメです。ここもでも虫除けってもっと徹底しますわ、うん、結構椅子の足ってさ虫くっついてたりする。あ、してたね、うん、なんか気持ち悪い虫いたよね、触覚超長いやつ。あーね、あ、バッタの長いバージョンみたいな、うん、しかも結構頭いいんだよ、あいつ。あ、これラジャー用テントですね、ここで。これ100均に売ってるやつ。これ便利だったね、うん、ラジャーちょうどいいから。ちょうどよかったね。あ、来た、ラジャータイムです。ラジャー、これ後ろ足すぐ脱げるんですわ。これ J、あの足全部切って裾直しましたね、手縫いで、うん、結構苦戦してたよね、これも。腹立って腹立って知らなかったもん。あー、ビールもね、テレビもね、あの、言ってますよ。そんなこと、なんか歌ってない。これ一人、じゃあこれ一人だから。本当に？俺散歩行ってっから。でもうんこタイムです、これ。あんま言わない方がいい。あ、すみません。え、うち一人？うん、これ一人、俺が散歩行ってるもん。すごいね、一人で歌ってたんだ。でも帰ってきて。そういうタイプだったっけ、うちって。うん、だって相当楽しかったんだろうね。そうか、うん、あら、これ抱いたんですね、うん、あー、ちょっとモザイクとか大丈夫か、うん、大丈夫、うん、あ、ほら、ラジャーあそこで入って、かしこまりました。ラジャーからしたらちょうどいいんじゃないかな、うん、広さ的にもね。で、今回の俺らの拠点ね、これ、うん、めっちゃいい。しかもね、晴れたからね、雨予報だったけどね、ちょっと前まで。そうね、そうね、そうね、やっぱ晴れ女と晴れ男、うん、ちびる。あ、これちびるですよ、これ下手くそやな、ね、ピント。俺ピントもっと勉強しないと。ちびるですよ、うまかったよこれ。これあれ、J はビール飲めるんだけど、うん、最初の一口しか美味しくないっていう。そうやね、だからちょうどいいんだよ、ちょうどいい。最初の一口、二口ぐらいで終わるから、うん、これちょうどいいんだよ、ちびる。うまそうやな。あー、すごい顔あ、すごい顔微笑ましいの、女の、どうしたどうした。ラジャがね、可愛いんだよ、ひたすら。どうしたどうした、気になってしゃあないな、これでもな。ラジャ、あれ可愛い、ほんとに。でもラジャからしたらちょっとね、初キャンプだから慣れていけば、うん、音的にもラジャ嫌いなの。もうちょっと遊べるところに、ね、走り回れるところだと。まだいいけど、まだいいけどね。初キャンプどうぞ。初キャンプね、まだね、始まったばっかりやけど。結構喋ったよね。態度でかっ、まあ、誕生日ボーイですから。あ、確かに。バースデーボーイなんで、それは当たり前ですよ。最初だって20分って言っとったよ。態度でかかったな、今一瞬で直したけどね。まあ、いつもは逆ですけどね、これ。いや、そんなこと言わない、そんなこと言わない。ここや。うちはずっと態度でかいけど。あの、俺の誕生日とか関係なしに楽しんじゃってから。忘れてったから。うん、だから当日じゃなかったじゃん。まあそうだね。うん、2日前とかだからね。行ったの。パキって。ごめん、パキスタンしちゃって。あ、ギーやめて。ごめんなさい。長いな、この。うん。親バカだな、本当に。基本的にラジャ撮ってっから。ラジャのおやつタイム。おやつタイムです。うん、花火垂れる。あ、吹いた。終わった。吹いた。マジやん。これいい音しちゃったね。こんなにさ、あの、がっつくタイプじゃなかったじゃん。ほんと味見しながらって感じ。それさ、あの、ほんと端っこ、うん、こう噛んで噛んでってやっとったのにさ、この時もうど真ん中からガブっていった。珍しい。珍しかったね、ほんとに。
注目だよ。なんかナルトのさ、うん、見てよね。佐藤守ってるさ、女の人。真ん中のここに来たけど。ごめん、ナルトがわからない。あれで、ゴミ袋危ねえ、危ねえ、危ねえ。ダメだったね。そう、これはね、うまかったんだよね、意外と。行きました、堀西。J のピントの使い方がうまい。下手くそだね。俺が、うん、ほら、なんであらららら、ね、なんでここにポリシー入れたの手笑うためしかもこれテントって言ってたよね、うちちっちゃい子だから楽しい。自分では知らなかったんだけどね、お兄ちゃんに言われて気づいたっていう。確かにでも言われてみると鼻ピクピクしてるね。すごかった、これまさか、まさかの、うん、お箸持ってると思わなくてじゃあ俺はカレー飯を今これ作ってるんだけど、まさかのカレー飯失敗するっていう。本当だよね、カレー飯ってお湯入れるだけだ、なんかさ、カレー飯失敗する人って多分本当限られてるよね。そう、俺かラジャぐらいだからやれるねまあしょうがない。そのやめてほしいな、飲んだ後のうわーみたいな顔。本当に女の子かな。ギリよ、女の子。これ、あれですね、とりあえず J の食べたい、うん、J が好きなものこう食べちゃうからね、これ。ベジタボーだ、ね、そう、ベジタボーで、うん、ベジファーストってやつね。で、もう一口もらうよ、これ。これまた別やん。また別だけど、これ生春巻きじゃない。J 結構生春巻き好きです、うん、あとさっきのチョレギサラダだよね。お、黄昏れるの。幸せそうやな、うん、なんか会話しちゃってる、うん、まあでもほんと自然だったからね。久しぶりに自然来たって感じ、ね、聞いてんのかなこれ J。 うん、聞いてないと思う。うちこれ聞いてる顔してる。聞いてない顔してる話は聞いてないけど、うん、あ、じゃあ聞いてるけど入ってきてないみたいな、ね、もういい、なんでもいいや。来ました、巻き割りです。次は巻き割りね、楽しかった。これね、下にね、もう大きい巻き置いとくべきだったね。すげえ刺さっちゃうから、地面に。あー、木がね、うんうん、太い巻きを下に置いといて、の方が良かったね。Jは、このキャンプのためにいろんな方のキャンプ動画を見まくってたからね、うん、立っちゃって嬉、うん、しそうやな。 Jはもう、ね、先生みたいなポージ言ってるもん、うん、ほらもうキャンパーだもん、キャンパーと初心者だもん俺慣れてなさすぎやろ、なんか先生みたいな、うん、なんだろう。もう見切れちゃってるんじゃねえかお前あー、できました。これ問題ですね。ファイヤースターター、ね、ファイヤースターター使ってみたんだけど、そう、たくんはこれがやりたいがためにキャンプ来たと言っても過言ではない。なのに全くつかない、全然つかない、つかないって、うん、音でビビってラジャーちびるっていう。そうそうそう、で今これは、あ、はいはいはい、ちびりました。ちびこれ、はい、これテントでちびちゃう。あれで、俺がね、テントにいんの、慰めに行くっていう。これ、J はこの、あれがやりたかった。そう、こうパキがやりたかった、ね、これがね。このマッチョもキャンプの人からしたらもう有名な。もう全然もう、うん、あ、嬉しそう、嬉しそう、うん、でも一回これ火種落ちるんよ火種っていうか、あれごと落ちて、そう、マッチごと落ちてって、うん、火ついてないのに皮膚規模捨てるみたいな手振ってる？うん。で、これついたよね、結局ね。なんか喋ってるね。いいね、いいね。あ、この、いいね。ラジオ越しのうち、うん、そうそうそう、いいね。ガチやん。でもこの、やってた人？やってるんだよ、だから。あ、そうか、うん。ちょっとね、巻きとね、サイズが合ってなかったというか。そうだよね。そう、ノコギリを持っていくの忘れて、うん、巻きを半分に割れなかったから、そうそうそう、なんかうまく使えなかったんだよね、うん、それ課題ついてたけど、うん、ほんと焚き火だけするってなったらよかったかも。あー、そうだね。そう、上で焼くってなったらちょっとあれだったかも、うん、もう夜で早いですね。あー、一生見れる、ジェイが一生見れるやつ。もう今ボケーっとしてるこれでさえ、うん、確かにこれ一瞬見とれるかもしれないね、うん、ボケーっと、どんどんね、木が落ちていくやつね、うん、ポロッポロッってね。そうそうそう、ボケーの K。 あ、皮膚規模で頑張ってますね。これ料理やね、うん、
あ、雑いな、うん、結構ね、料理奮発しました、今回えぐいよ、うん、もう、ゆうたくんの好きな誕生日だからってさ、好きなものをバン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 入れてって、うん、スーパーだけでいくらしたのって、でまずスーパーに1時間いたからねえ。ラジャのご飯食べる、ラジャも初めて目パキってね、パキってんだよ、目パキってね、うん、でもうちこの犬のさ、ほら、この白目むく感じ、うん、結構好きなんだよね、必死だよ、ね、これ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 必死だなかわいい。ラジャも肉こんな食うの初めてだよね、多分。そうね、あんまないもんね、うん、あんまりあげないから、で、これめっちゃ高いっす、これ1部か、やったかな、いや、ステーキでもこれ、なんかステーキ、あれくっついちゃった、あ、これ、やらかしね、これこれ、あのね、うちら失敗したの、牛脂買うの忘れたもん、ね、そうなんよ、持ってくの忘れたんだよね、うん、それが辛かった、まあでもこれ結構、うん、ね、その時はくっついちゃったけど、あーえぐい、美味しそうで、これマジでうまかった、何よこれ、わさびで食べたら美味しい、いやうまかったね絶対、あれわさびも出てない、いや、あ、持ってたっけ、違う、だって刺身買ったから、あーそうか、それのわさびつけてた、うん、で、これ締めラーメンもう食っちゃったけど、これね、2人分作ると思って、うん、お湯を2人分にしたのに、結局1袋しか作らない。そうね、そう、だからほんと味なしラーメンだったね。で、これ夜の語りしてますわ。あ、いいっすね、晩酌タイムですか、うん、これ晩酌タイム、でも思った以上に先進まんかった、なんそう、多分なんかせかせかしてたから、ね、そう、初めてのキャンプってさ、やっぱ落ち着きない、そうそうそう、で、うちがやりたかったあれもできなかったじゃん、マシュマロ、あー、マシュマロね、スーパーに売ってなかったから、うん、次はやりたいね、初めてのキャンプだと分かんないことばっかだからさ、でも無事できたよね、うん、楽しかったよね、普通に、楽しかった、めっちゃ、ラジャもね、疲れてる、あらー疲れちゃって、疲れてっからもう、何って足長いな、うん、足の指めっちゃ綺麗、うん、ね、足細長ないね、長いね、なんか、うん、枕にされてるし、ほんで相変わらずタイプでかい、やめろその指の動き、あ、すいませんあ、なんかさ、これ雲みたいじゃない、うん、ライトが勝手に消えてるよね、これ消えてるんだ、多分おやすみっつって、でまたあら消えて、あ、なんでじゃんけんしたしたあ、合わない。まあ、俺これ編集したんですけど、あら、この動画な、うん、撮った記憶がないんだけど、うん、これ何時に撮ったやつかっていうと、4時半。朝の？朝の。なんで？わかんないの。え？あ、起きたんだよ。鳥がうるさくて。そうだ。あ、鳥の話してねえわ。鳥がうるさくてさ、ギャーギャー鳴く鳥がおってさ。多分あの入ってると思うんだけど。ほんと、あ、これうち珍しく宇田くん爆睡で朝、うん、普通ないもんね、こんなことは、うん、でもうち家だと寝てるけど、うん、なんかあるとか予定あったりとか、ね、どっか行った時は基本的に早起きだから、うん、来ました、朝のコーヒータイムです、焚き火とコーヒーです、あの、Jの楽しみは、Jほんと楽しそうにやってんだよ、うん、しかもキャンプってさ、うん、キャンプグッズ見てるだけでも楽しいよね、そうだね、よく行くもんね、うん、あのウィンドウスとか、何服の繊維すごいじゃん、結構鮮明に見えてよ、あ、ちなみにホットサンドの動画はなかったです、なんでなんで、わかんない、携帯で撮ってた、あ、じゃあ携帯をなかったんだよ、動画が、あら、間違えて消しちゃったとか、うんうん、あ、そう、前日のうちにさ、これ片付けしといたからさ、いやだからめっちゃ後片付け楽だったね、ね、やっぱ天才ですわ私は、うん、やっぱね、面倒、うん、くさいのを前日にやるっていうのは大事だなと思ったけど、まあ、やっぱ前日にやるとその分あの短いよね、焚き火できる時間は、あ、まあそうね、うん、あ、頑張って空気抜いてます、うん、あ、めっちゃ綺麗じゃない、すごいね、すごいよ、こうやって早送りにしてみると、ラジャーおならしたいな、嘘でしょ、片付けも結構早かった、すごい早いじゃん、うん、しかもあの木のやつ、そう、終わった、最後見てください、そうです、
みんな音あるんですけど。なんで覚えてますか。なんで。わかんない。音で見てください。そうなんよあれ。マジで痛かった。本当に痛かったあれ。開いてると思ってさ、うん、開けようと思ったらさ、うん、もうドアノブ取れる